2秒に入れたいと思います。で、まあ、前回の反省点としてはまだブレーキが全然詰めれてないのと、あとはもうちょっとその曲げるブレーキに移行するのをもうちょっと上手くして曲げていこうかなって。で、あとダウンロックをもうちょっと丁寧に進入して80アールをちゃんと立ち上がれる。で、あと最終コーナーは、まあ、50メーター間隔ぐらいからブレーキするんですけど、ちょっともうインに寄せたまま向き寄せてからこうブレーキして、こうなんて言うんだろう、制動のブレーキというよりも曲げながら入っていくイメージで、でクリップでもインベタで立ち上がろうかなっていう感じです。で、空気圧はコンマ2ぐらい上げて、まあ、2.4 前後にちょっと今回はしてみようかなっていう感じです。それでやっていきます。そういえばタイヤですけど、日光 TC1000 TC2000 本庄4回走ったのかな。で、今こんな感じです。やっぱ外がね、減るのと、減りやすいっていうのと、多分キャンバーが足りてないんだと思うんですよね。で、カスもね、あんまりやっぱつきにくいんで、これぐらいだとクーリングとかしてりゃ取れるんで、はい、まだいけるかな。そういえばブレーキのエア抜き3回目、走行3回目ぐらいにして初めてやったんですけど、まあまあエア噛んでましたね。まあ、タッチはそんな変わんなかったんで、うん、まあとりあえず今回はエア抜きしたんで大丈夫だと思います。今日はね、川本さんとカン君とまた来てるんで、目標タイムどんぐらいですか？1分1秒で。1分1秒で。1分3秒切れればいいっていうところで。あ、そうっすね。じゃあ俺と一緒っすね、目標が。そうですね、目標は。前回でも1分3秒6なんで。はい。ちょっと 0.6 秒きついな。どうっすかね。1分3秒切れれば。そうっすね。はい。なんとか。カン君どうっすか？僕は59秒。59秒。S2 のガチだったら余裕でしょ。かもしれないですね。っていうのは嘘で、まあ4秒。4秒。ぐらいで入れば、早い人3秒、2秒いっぱいいますけど、全然僕乗りこなしてなくて、ね、悩んでますから、あ、まあ、頑張って4秒出せて、なんかこう掴めればなと。そうだね。タイヤも新品なんで、ね、HR 系、ね、まあ、安いタイヤですけど、あ、まあ、ちょっと期待だね。まあいいかなと。OK です。はい。はい、真剣に1本目でベスト更新しました。1本目終わって、なんかタイム表がね、コロナ対策で密になっちゃうんで最後にもらえるみたいで、セクターとかが詳しくすぐ見れないんですけど、ベストタイムだけは見れるんですよ、各ヒートごとので。1分3秒1362
で結構ね赤旗中断が結構続いちゃって全然アタックできなくて、まあ、1本でベスト更新したんで、まあ、うまくまとめていければ、まあ、2秒台いけるかなという感じがしますんで入れます。すげーワイドな GR ヤリス発見。すげー、最終コーナーはまだリザルト見てないんでセクター3が何秒かわかんないんでちょっと見てから改善したいと思います。つくばといったらもつ煮定食だと思うんですけど、もつ食えないんで麻婆茄子美味しいです。もつおごってあげようと思ったのにな。2秒台出したらもつ煮定食を奢ってやるよって、もつ食えないの分かってんのに言ってきたからまあ2秒出たんでもつ煮奢ります。3本目以降から10
クリアが取るのに苦戦しちゃってアタックしきれなかったんでタイムが全然出なかったんでちょっと4ヒート目に期待したいと思います。はい、なんとガン君の S2 がお漏らししちゃってます。いやちょっと行儀悪くてね。行儀悪いですね。これ我慢できなかったみたいな。押し目つけた方がいいんじゃないですか。これまずいね。これ駅前に垂れたらちょっとね危険ですね。怖いですね。危ないね。なんでだろうね。パッキンするガスケット。そうだね。で室内に来たんですけど、なんかタイヤが温まりきってないでアタックしちゃったんでちょっとねなんか乱れちゃったのもあるんですけど、なんかねすごいあのオーバーやらアンダーやらすごい出てあの暴れさせちゃったのと、あと1フェアでいつも通りにこうなんかブレーキ踏んでったらなんかズルズルズルってあの行っちゃって、まあブレーキなのかそれとも突っ込みすぎたのかただ単にわかんないんですけど、ちょっとそこで不安になっちゃって攻めきれなかったんで、ちょっと次最後なんですけど、ちょっと夕方になってきて気温も多分下がってくるんで、ちょっと最後頑張ってみたいと思います。はい、走行が終わりました。で結局まあ今日のベストで言うと2ヒート目に走った2秒873がベストです。で一応リザルトちょっと画面に出しときますけど、セクター3がね最終コーナーが多分遅かったね。11秒4なんで11秒2ぐらい出せてたらコンマ2違うんで、まあ2秒6とかねたらればでまあ6秒5秒あたりだと思うんで、そんな感じですね。で、まあ、今シーズンはもう TC2000、2回走ったけど、もう走り納めですね。次、茂原走って、まあ、恵比寿走るかどうかって感じですね。で、来シーズンに向けて、いろいろ、サスを変えて、アライメントも変えて、ちょっとアップデートしていきたいなっていうところです。はい、なんでまあ今シーズンのこの2秒台出せたっていうのは大きい収穫かなと思います。でね、川本さんもね最後の方に3秒フラット出て無事に VAB でワンツー取れました。総合で、あーそうで総合一応ね1位です。やったー、1番ですよ。1番ってやっぱいいね、響きが。うん、最高。てな感じでね、今回のね、2000は以上になります。はい。あ、そうそう。で、4ヒート目ぐらいから、なんか、ブレーキが、いつもと同じポイントでブレーキしても、なんか効かなくて、なんかね、スルスルスルーって、で逃げちゃう感じで、なんか ABS もちょっと介入しやすくなってて、結構ね
突っ込みがね、オーバーランというか、止まりきれなくなっちゃって、で、最後のヒートなんかアタックしてないんですよ、それで。ちょっと、なんか、怖いなっていうのがあって。ちょっと、なんか、自分では原因が思いつかないんで、何が原因なのかなっていう、ちょっと不安な点はあります。はい。そんな感じです。走り方としてはやっぱりクーリングラップを 1,2 周走ってアタックっていう風にはしてるんで、いつもの同じルーティーンですね。必ずクーリングは入れるんで、アタック、あとはそれでもこの温度です。